第1回大会を制するのはこちらブルーチーム U4 湘南か、あるいはホワイトアイリスパートナーズ愛知か。このようにボールを外に運び出せば攻守交代、今度はホワイトアイリスパートナーズ愛知。バッテンジ個人技ならここそのリューキースコOkay, my point. Okay, 7-2 points. Okay, 2 points. Yo.ここはシューターで簡単に点を取りに行きます。やはりここまでは地元愛知アイリスパートナーズの声援が多いといったこちらの状況。どうしようかい。オープンの2。試合後からのすぐさま2を返します。 OK 優勝。さあ6対6の点。序盤から点の取り合いです。両チーム興奮の中、2ポイントのリ難しいカーブショットメイク試合の2。倍返し確率この渡辺リバウンド、ナイスリバウンド、スコアにつなげました。11-7と4点のリードに変わります。9-4湘南のブルー。
4つ目のファールです。
春 M1。これが5つ目のファール、キーフォーショナー、そしてボーナスワンショット獲得。お次はここはフィッシングのファールをボールです。押し立てる判定。ファールが重ねて6ファール、6ファールです。6つ目のファール、9フォー湘南。7つ目のファールからフリースローが2本与えられます。まだ付け入る隙はありそうな展開です。16対56点差。ルーズボール、ナイスルーズ。こういうプレーが流れを運んでくる。そのルーキーよー、こういうプレーが流れを運んでくる。そのルーキーよー。キューホー湘南残り2分10秒、16対11。リバウンド取った。ナイスパートナーズ。ツーポイントを狙う。ウェー、3点差。スコアはこれで16対13。リバウンド取った。分からなくなってきた。ここ1本抑えられるか。鈴木のドライブ、ウッド、ファールを取る。リバウンド取った。ナイスパートナーズ。ツーポイントを狙う。ウェー、この辺りチームファールのカウント。6つまではファールができるという考え方もあります。 EX3 ワンショット、点差は3点のまま。サムルーキー、もう1本狙ってきた。自ら決めた。2点差あるぞ。中川、ここはしっかり左から右でスコアをメイク。17対14。チームチェック。タラサムユキ、もう一本狙ってきた。自ら決めた。2点差。ホワイト、アイリスパートナーズ。得点は17対14。さあ残り時間は1分5秒です。ノックアウトスコアは21点。21点を先に取っても KO 勝利となります。そして注目は9号勝利。ブルーの9号湘南はチームファールが6つ、6ファールです。7つ目のファールから2本のフリースローとなります。さあクライマックスいきましょう。ナイスプレーだ。追加点、ラスト1分、4点差。そのルーティー打てるか。難しいショット。コースが入れ替わります。46秒。
っかりと12秒使う。ここはショットブロックバイオレーション。このオフェンスは12秒使い切って残り 36.7 秒。18対14、4点を追いかけるホワイト。アイスパートナーズ、アンディーホロー、3点差。さあ、シリアスが前回は残り 27.3 秒。大事なオフェンスだ。リボション、どんな攻めを見せるか。スポットした、鈴木ツーポイントボール落ちる。さあ19対15、ラストは10秒。ここは攻守交代に時間をかけさせるが、ファウルです。どんな攻めを見せるか。スポットした、鈴木キープに入る。5秒、ここに来てファールをしてもまだフリースローには足りないです。4つのファール。 2.8 秒、回します。ここでタイムアップ、試合終了。ニュースリー不動産プレゼンツ第1回Gリーグカップ決勝戦、チーム94湘南 VS アイリスパートナーズ愛知のゲーム。まずは両チームに大きな拍手を。そしてファイナルスコアは19対15。見事この第1回大会を制したのはチーム94湘南。誰が走る？では最後表彰式に参ります。まずはこちらチャンピオンボードの贈呈です。プレゼンターは三井不動産様、よろしくお願いいたします。服装で仲間もつけてるんですよ。これをもらってるんで、これをプレゼンターが、おめでとうございます。また副賞といたしまして、つけてみそかけてみそでおなじみの中野株式会社様より、つけてみそかけてみそプレミアムが贈呈されます。おめでとうございます。ではフォトセッションお願いします。じゃあ皆さん横に入っていただいて、なんかインタビューですか？1本入れます。マイクありますか？